トゥーマストは、ニジェールのバンド。砂漠のブルーズと呼ばれる音楽を演奏している。バンド名は、トゥアレグ語で、同一性への意。サハラ砂漠を交易と、ラクダ放牧で自由に行き来していた、トゥアレグ人たちは、アフリカ諸国の独立により、どこにも帰属しない、自由人でいることが許されなくなった。マリ、ニジェール、ブルキナファソ、アルジェリア、ゲビアなどにまたがって生活していたトゥアレグは、 難民となって、スラムに移住し、国からも弾圧されていた。特に、マリとニジェールでは、弾圧が激しく、多くはリビアに逃れていった。ムアンマル・アルカザーフィー大佐は、彼を支持する兵士となることを条件にトゥアレグたちを支援し、ゲリラ兵用成キャンプに、トゥアレグの若者たちを送り込んだ。トゥーマストの中心人物、ムーサーグ・ケーナは1972年、 ニジェールのマリ国境に近いアザワード地方の野営地で生まれた。1987年のニジェール政府によるトゥアレグ弾圧政策強化によって15歳のムーサは多くの若者たちと同じようにリビアへ亡命しゲリラ教育を受けた。この軍事キャンプでトゥアレグの先駆者、バンド、ティナリウエンのメンバーたちと出会っている。彼らはニジェールとマリ北部に 反政府ゲリラとして送られた。ドゥアレングゲリラたちはフランス語のショムールイコール失業者に由来するイシュマールと呼ばれていて、行き場のない亡命者たちはゲリラになるしかない環境があった。彼らは士気を高めるために音楽を積極的に用い、伝統的な旋律に戦闘的な歌詞を乗せてギターに合わせて歌った。野営地から ヤエーチェと、この歌のカセットテープは伝わり、遊牧民たちが国家の弾圧に対して立ち上がって、戦うよう訴えた。この音楽はニジェールで1995年まで、放送も演奏も禁止された。1990年、ムーサは、いとこや友人たちと共にバンド、トゥーマストを結成する。その翌年、19歳のムーサは、反政府レジスタンスのゲリラ兵となって、 軍の基地や憲兵所を攻撃する毎日を送るようになる。毎日、俺は兄弟たちが死んでいくのを見ていた。もう諦めて、俺の番を待つしかないな、とも思っていた。その時の唯一の慰めが音楽だった。ムーサーグ系な3年間、生死の境界をさまよいながら、ムーサーは歌を作り続けた。後のデビューアルバム、イシュマールに収められた曲は、 ほとんどがこの頃に作られた曲だった。しかし1993年12月、政府軍250人に囲まれたムーサは、右足に、機関銃弾5発を受け、筋肉の一部が飛び散り、大腿骨を砕くという重傷を負った。俺は10日間手当てを受けることなく放っておかれ、意識はほとんどなくなっていた。誰もが俺は死んだものと思っていた。ムーサーグ系なムーサは、 不傷兵としてアルジェリアに送られ手術を受けたがすぐに右足が麻痺したまま戦地に送り返されてしまう。そして1994年フランスの NGO 団体と医師団の保護によりフランスに送られ数度の手術を受ける。ムーサは右足の機能を一部回復するまでに至った。フランスに着いた時俺は戦争をすることとラクダを飼うことと ギターを弾くことしかできない男だった。ムーサーグ・ケーナ1995年4月、トゥアレグ反政府軍とニジェール政府の間に和平が結ばれた。ムーサーはこれで故郷に帰れると喜んだが、その2ヶ月後、戦友12人が政府軍に虐殺されたという知らせが入る。それによって、フランスに亡命したまま、トゥアレグの自由を奪回するための戦いを起こすことを決心した。 ムーサはフランスでも小さなホールや結婚式などで歌った。そして1990年代末、トリップホップのバンド、デジタルブレッドに参加するが、そのエレクトロな世界に馴染めず、トゥーマストを再開することばかり考えるようになる。かくして、第2のトゥーマストはフランスで出会ったミュージシャンたちと結成された。2003年には、10枚のアミニトゥグーマールが合流し、 アルバムではベーシストとしてオペラ声楽テナー歌手ロベルト・アラーニャの弟フレデリコ・アラーニャが演奏した。2006年のアルバムイシュマールはロック系雑誌レザンドキュプティーブルにより2006年ベストアルバムジャズ・ワールド・シャンソン部門の4位に選出された。ありがとうございます。